はい、ズキです。こちらは昨年発売された変態スマホドコモ MZ-01K でメディアス W 以来の国内発売された2画面折りたたみスマホとして一躍有名になりました。ただこの真ん中のラインベゼルが結構目について、1画面としてタブレットのように使うにはやはり無理があるなぁと感じています。昨年2018年はノッチの年、今年2019年はパンチホールスマホの年とも言われていますが、同時に折りたたみ時のベゼルがなくなるスマートフォン、画面を2つに折り込んだ時にこの切れ目のないいわゆるフォルダブルフォンの発売元年とも言われています。ファーウェイのモバイル部門の CEO は1月末に北京で行われたイベントで、折りたたみディスプレイを備えた 5G スマートフォンを2月25日から開催予定の MWC で披露すると発表しました。そしてそのティザーと思われる写真を2月1日に Twitter にアップしています。写真では V 字に曲げられたヒンジのような部分がクローズアップされています。サムスンも2月20日に Galaxy S10 とともに折りたたみ端末を披露する可能性が指摘されているほか、 LG が開発している、あるいはモトローラーがレーザーを折りたたみ端末として復活させるとの噂があり、そして Xiaomi はなんと三つ折り画面スマホを開発中とも言われています。いずれにしても今月開催予定の MWC モバイルワールドコングレスで発表される可能性が高く大注目ですが、一足早く年明け8日から11日にラスベガスで行われたCES 2019では、折りたたみスマートフォンフレックスパイの実機が紹介されました。大手スマートフォンメーカーに先駆けて発表された折りたたみスマホということで非常に注目を集めたわけですが、本日はなんとそのフレックスパイ風のスマホカバー、スマホケースが届いていますので開封していきましょう。金額は3240円ということで、ケースとしてはちょっと高いですかね。ネタとしてはギリギリの金額といった感じでしょうか。開封。はい。なんとなくそれっぽく見えますが、まあ、ケースはケースですね。私が購入したのは iPhone XS Max 用です。折りたたみスマホ風スマホケース、フォルダブル、そしてトレンドを先取りせよとなってますね。このチャンネルにふさわしい文言です。ズズズズズ、はい、来ました。ちょっとねやっててバカバカしくなってるところもあるんですがね、やっていきましょう。なかなかねしっかりしたスマホケースだと思います。はい、ここのね折りたたみ部分も、はい、しっかり、ね、しっかり、ね、ディスプレイが生きてます。ちょっとね iPhone XS Max につけてみたいと思います。あ、本当にすんなりつきますね。しっかりしてます。まあ落ちることもないです。はい、こういう感じでカメラを起動、電話を取ったり、そして開くとタブレットになると。うん、真ん中にベゼルがないっていうのは非常にいいですね。どちらかというとこの辺 iPhone っぽい感じがねしますけども、通知が来る日はあるんでしょうか。実体はこのようにして使うと。開閉電源を機能はついてないようです。販売店であるエコードワークスさんのコメントです。スマホメーカー各社が開発にしのぎを削り、近い将来のリリースが噂されるフォルダブルスマホ、これに先駆けてエコードワークスはおそらく世界初となる折りたたみスマホ風スマホケースの開発に成功しました。ファン待望の折りたたみスマホに見える手帳型スマホケース、満を持して登場です。こういう遊び心は私は嫌いじゃないんですけどね。さまざまなサイズのスマホに使用できる汎用ケースのほか、各種 iPhone 専用のケースも用意されています。フレックスパイは中国企業のロイヨルっていいのかなが開発しているフォルダブルフォンで、サンフランシスコで11月初めに開催された報道陣向けイベントで初めてお目見えし、そこからさらに改良されたモデルがCESで登場し注目を集めました。メディア等の報道を見るとCESで展示されていたモデルについては、折り曲げた時あるいは広げた時、
どちらもヒンジ部分に不自然さはなかったようです。このヒンジ部分、交渉値としては20万回以上の折り曲げに耐えうると発表されています。ただし端末自体の動きはかなりもっさりしているとの報道も多く、まだまだ改良の余地がありそうです。ロイオルは2012年創業の新しい企業であり、フレックスパイに用いられているフレキシブルディスプレイやフレキシブルセンサーも自ら開発しているとのこと。 OS は Android 9をベースとしたウォーター OS、 オクタコア、クアルコム、スナップドラゴン8シリーズ SoC、 公式ホームページ上ではスナドラ855となっています。1600万画素と2000万画素のデュアルカメラ、 6GB または8GB の RAM、 128GB または 256GB のストレージを搭載。ディスプレイはフレキシブル AMOLED で、広げた状態では 7.8 インチになるそうです。昨年12月からすでに中国とアメリカで開発者向けモデルの予約受付を開始しているそうで、公式ホームページでは 128GB 版1588ドルの表記が見られます。概要欄にこの公式ホームページのリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。 Google も折りたたみスマホに対応する Android バージョンを発表していますので、今後の動きに注目したいところです。私も購入できる端末があればケースではなく実機をレビューしたいと思っていますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。